前の奇襲から始まりましたタッグマッチ30分一本勝負尾崎大鏡対アジア米山組の一戦でございます。ただいまの試合タッグマッチ30分ケーブルフレンズは略語でもダメなんですかね。お下がりください。あ、むしろダメ、むしろダメ、そうです、別の略を見つけるしかない。そうですね、なかったよ。ケモとプレがくっついてるともうダメなんですね。ケモンズ、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 ケモンズの2人やってる。ケモンズ、ケモンズ、ケモンズ、なんかよくわかんない生き物の名前みたいな。ちょっとレフリー着替えてるじゃないですか。あ、そうですちゃんと何その早業。あの辺真面目なんですよ、むしろ着替えるというかむしろ真面目な、職責に忠実な、はい、悪い妙力というのは。いやー、化け物フレンズ、化け物フレンズが正しい一番本当に。選手から離れてください、選手から離れてください。椅子がアジャさんの上に積み重なってました。ちょっと皆さんこれ後ろの方なんで見にくいかもしれないですけど、だってこれこんなが直すわけじゃないですか。そうですね、いい加減にしてくれよって思うんですよ。こういなくなった後にすいませんでしたって大丈夫でしたかって言いながら椅子をこうババババって並べるわけですよ。そうですね、そうですね、そうですね。でもそんなとこ見ないわけですよ。そうですね、大会終わった後椅子のお金を請求されたりしますからね。なくなったとか、はい、あの抜けたとかいうやつ、はい、団体払いなんでね。そうですよね、はい、そりゃそうですよ、はい、あの統括のチャーさんがうんうんと言っております。本当に入会が止まらない。タイミング、あ、そっか、第3試合から有料になってる。あ、すっかり忘れてる。だからさっき薄い人がいたんだ、コメントが。そうだ、ね、そうなんです、ね、そうですね、そうです、第3試合から有料になっております。お金持ちの皆様こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私も会員なんですよ。お、だからあの、はい、後からタイムシフト、そう、タイムシフト予約しなくても見れる。あ、結構チェックしたりするんですか。めっちゃしますめっちゃする。そういう時ってあの何をチェックしたいんですか。喋り、写り、写りもそうですけど、うんうん、なんかダメなこと言ってないかな。恐る恐るなんです、ね、大丈夫だったかなとか。そう、下さんこうお一人でも放送してらっしゃると思うんです、はいはい、で、やっぱああいうのも後からチェックはしたりしますね。あのやっぱり、はい、考えながら喋るじゃないですか。中村さんもそうだと思うんです、はいはい、で考えながら喋ると私やっぱどうしても時たま意味わかんないことを言ったりするんですよ。あ、だから どちらかっちゃうみたいな。そうなんです。もう2つのことを同時進行できないみたいになっちゃうんですよ。それは逆にすごいなって。どうしてんの。いや、とっちらかってますよ、はい、とっちらかってない。顔をしてるだけで言ってることはとっちらかってます。顔を作ればいいですね。そうそう、なんか変なとこで言葉を伸ばしたりしながら考えたりしてるんですよ。あーと何なんとかがそう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 です、そうです、本当にそういうのをちゃんとしないと。あ、まあでもそれもこなれるっていうことですよ。放送慣れするっていうことじゃないですかね、多分。見て後から見ててあーと思ってもう閉じちゃったりすることもないですか。めっちゃありますありますよね。もう耐えられないっていうのすごいあります。とても最後まで見れない時ありますよ、はい、志田さんでもあるんだ。いや、ありますよ。顔がすげーブサイクの時とか教えてくれと思いますなんでブサイクになるんですか。それが分かったらブサイクにならないでしょ教えてほしい。そうか、むしろブサイクにならない写り方を勉強して。まあでも、まあ、実際ブサイクにはなってないと思いますけどね言うても。うわー、ひどいことしてる。そんなという、はい、そうですね。いや、アジャに立てやがれ、アジャに立てやがれ。結構そう、あのアジャさんが最初椅子の山の下敷きになってしまったので、この試合は一回も確かにリング上で見てないです。米山さんがちょっと捕まるのが長くなった。そうですよね、そう、アジャさんもう本当にこの日はちょっとないぐらい椅子がアジャさんのように山盛りになってまして、はい、ようやく今、はい、お風呂まで全員座ってますか。お客さん大丈夫ですかね。そうです、大丈夫ですね。あの大津アカデミーのスタッフは優秀なので。あ、素晴らしい、慣れてるですね
そうですね、そうなんですよ、団体として上下団と慣れするっていうのは、あとスキルが磨かれるところです、ね、本当ですね。でそこで見えたかな、この椅子の鉄パイプのところで指先を叩くっていうすごい大御所とは思えない地味な反則を、せめて伝わってほしいですよね。痛い思いしてみたら、いやもうほら踏んでからサクって、もうひどいひどい、これ指の間を裂くみたいな、どういうことですか。もう嫌がらせのレベルですけど、ね、超地味ですよ。出てきた。レフリーめっちゃ見てる。そう、ただ米山さん、今日はこうやられるシーンが多いんですけど、オズの中でも最もこう大物食いというか逆転金星が多いのは実は米山さんで、アジャさんを含めナミール大御所シングルでこう、しかも地方大会とかストーンと勝つ。と思います。やっぱり思います。志田さんから見た米山、シングルで米山さんと当たったこととかってあります？あると思います。ありますあります、ありますお上手ですよなんかどの団体でも技能賞とかもらうタイプですよね。あ、うん、分かります。すごいんですよ、うん、技もやっぱりその一発逆転技があるから、うん、米山さん自身も自分のファイトスタイルで勝つのを狙うのは、うん、そういう戦い方なんだろうなっていうのをちゃんと分かってらっしゃる感じがする、うんうん、そうですね、やられて耐えて耐えて耐えてチャンスで一発逆転、うん、本当に見てて面白い選手だなと思います。一瞬でも目離したら、うん、そうなんですよ。関西さんとかにも、すげー、お下がりください。おここはそのアジャさんの溜まっていたフラストレーションが本日2度目の、はい、元タッグパートナーです。障害団体大変、顔がすごい怒ってる。怖い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 。この障害団体って、まあはい、私とかも結構やりたい感じですね。障害ランプやめてくれって思う。あ、いや、まあ、ちょっと正直言うとオズアカデミーの花っていうところもあるので、あ、なるほど。1日の中で場外乱闘がもし1回もなかったらちょっとなんか寂しいなと、それはオズ見に来てるお客さんもそうですよ、ね、思うんだと思いますが、とにかくこっちには来ないでほしいと思いますなるほど、はい、2つの意味で、1つは僕の周りに結構高級な機材が置いてあるので、あ、そうですね、はい、近づかないでほしいというのと、あと僕自身が巻き添えを食うことが多々あるのでありがとうございます。あ、今までありますか？全然ありますね。この間 の島の時に、はい、負けた正規軍負けてポリスさんに、もう腹いっせですよね。帰り際に殴られ蹴られて脇腹を痛めて、最近特に多いですね。はい、フラストレーションそっちに行ってる、はい、で割と新宿フェスでも何度かあるんですよ。ニコプロさんとかガオラさんでも放送の回もあるんですけど、大体僕やられてる時ってカメラから見切れてるんですよいやでも確かにちょっと目につく位置にいますよね。あ、そうそう、新宿フェイス、やりやすいんですよ。青コーナーから帰る時に、そうなんですよ、階段登った先にいるわけじゃないですか。八つ当たりがしやすい。なんて目に入りますね。今ミオさんが、なになになに、カットするためになぜかミオさんが、あ、もう怒り爆発ですね。正規軍はまあどうですかと、もう聞くまでもないんですけど、どうですか。はい、ただ実際そのある種思いっきりいけるという意味では最も思いっきりいける相手ではあります。市内を最も持ったのが多いのは尾崎だと思います。そうですね、そうですね、ちょうど
の僕今ツイッターとかでちょっといい写真1日1枚ずつアップしてる。あれいい写真ですよね。やってる中で志田さん、はい、尾崎さんのチェーンと志田さんの市内が交錯してる写真を、最近上げたんですけど、ファンの方が尾崎のチェーンに志田の正義の市内みたいな感じだけど、あの市内も反則って書いてあります。そういえばって思いました。気づいちゃいました。そういえばそうだったな。いやでも私別に反則しないとかそういうこだわりないもん。ああ、舞台やりたいですよ。舞台やりますか。そりゃそうですよね。志田さん勧誘断った。いやそりゃそうでしょ、意味わかんないですよ。ありましたね、そういう気分。ふざけんなですよ、うん、私まだもう津田県されたこと忘れてないですよ。結構前ですよ、ね、結構前ですよ。でも忘れてないですよ、うん、だってここの前髪が剥げたんだもん。え、傷で。え、もう今はもう山川に入ってきました。縫わなきゃダメだよってドクターに言われて裏で、はいはい、うん、これは病院だって言ったんですけど、これ縫うとか本当嫌だみたいな、縫うのはちょっといらないですよって言って、はい、そのまま帰ったんですよ、はい、それやっぱ剥げちゃった。綺麗に収まるでしょって言わなくて、言わなくていいじゃないですか別に。これ隠してるんだから頑張って。それは恨みですね。恨みですよ。そうですね、まだ裏若き乙女の毛根を。そう、剥げるって。剥げるってどういうことって。でも尾崎さんとはあれですね、去年シングルで。ああ。一度。春の後楽園です。これの前か。そうです。挑戦者。はい、挑戦者決定戦。ありましたね。何今の。カウント全然入んない。いる今の。なんかでもあの試合も結局乱入とか、ね。ああ。私的には完全に。形。うん。やっぱり本当に。もう一人で全員ぶっ倒したいですね。あ、痛快でしょうね。すっきりするでしょうね。そうでしょうね。一人で全員倒して、そういう気分も気づけば増えてきますからね。この日はまだ二人ですけど、なんか大丈夫ですかね。気づけば米山さんがやられてるんですけど大丈夫ですかね。結構なやられてないですけど、米山さんは。でもこれがまた怖いんですよね、どこまでのダメージか全く予想ができない。確かに打たれ強すぎですよね、うん、それこそさっきの写真を選ぶ話なんですけど、うん、米山さんってあのやられてる時に写真がすごくいい写真が多いんですよ。もうその段階でもうこの人分かんねえなと思って、もうなんか全部見越してんじゃないかなって。撮られてることも意識してんじゃねえかっていうぐらいいい写真ってことですね。すごい。あ、すごいですね。それでありながらカッツリ。おお、それは本当に魅力ですよね。おお、すごい。いつもよりあの缶がね跳ねないんですけど、いつもより怒りがあるものだと思います。押し込んでるんで、ね、押し込んでるんです。なんか缶に A と J が、あ、そう、 AJ いい、ね、スペシャル缶バージョン、スペシャル缶バージョン。たまにちょっと、ちょっと受けられた、かわいそう、使われた。今これがね、勝った尾崎さんもだいぶのダメージですが、まあやっぱりでもミオさんがレフリーの時の正規軍に勝つのは無理。